岐阜県などが行うこの調査は、地球温暖化の影響で春の川の水温が高くなってきているため、これまで4月に行ってきた稚鮎の放流を1ヶ月ほど早め、5月の漁解禁までにより大きく成長させようというものです。今日は大洞こども園の年中の園児19人が参加して、県内の施設で孵化した体長10センチほどの稚鮎およそ4万5千匹をビニール製のホースを使って放流しました。今日放流した稚鮎はヒレの一部が切除されていて、捕獲した際の大きさを検証するということです。